どうも、吉本プラモデル部鈴木九太郎でございます。吉本プラモデル部チャーリー高木です。いや、ということでございまして、はい、毎週金曜日にね、はい、一応アップ予定がアップさせていただいてるんですけども、はい、週刊 Q&チャーリー、はい、アシェットのマジンガー Z を作るということでございまして、はい、進んでおります、はい。前回皆さんから意見聞いて、はい、いや、まさかあんなこと言われるとは思わなかったですね。まだ結果出てないんですよあの手元、前回手元を、はい、ね、あの手元だけで一応動画を撮ってみました、はい、こういうと形の撮り方はどうだろうということで、はい、ぜひコメントくださいと言いました、はい、だけど同じ日に全部まとめて撮ってるんですよねえ、まだ結果わかんないですよそうですね、うん、だから戻してやってます、はい、今日は戻してやります、はいはい、ね、ということで、前回の回がアップされてから反映していきますんで、わかりました。まだ今回は1回戻しますんで、はい、はい、で前回これができたんだよね、はい、肩、はい、黒い玉が、はい、いました。すごい、ね、すごいですね。人につけるとケンシロウみたいですねなんかでっかいデキモンみたいでもあるけどねあ、うん、はい、まあとりあえず前回言ってたのがザクヘッドぐらいあるんだよ ね、 そうですね、35分の1のザクヘッドぐらいあるんじゃないかっていう、ウォーズマンみたいだね。本当ですね。はい、ねえ、35分の1ウォーズマンみたいなね。待って、ちょっと遠近法で。そんなことないか、おかしい。遠近法でちょっと、あ、無理か。ウォーズマンっぽくできるかなと思ったんですけど。いや、できねえよ。あ、ウォーズマン近くないですか。あ、本当だ。本当だ。広報だ。広報。すげえ、すげえ。まあ、みたいなことでございますよ。はい。はい、はい。で、まあちょっとこれは久々テンション上がったね。はい。うん、なんか。ね、前々回とかこれだけだそうです、ね、したんでちょっと嫌だったんですけど、はい、今回こういうちょっとマジンガーっぽいところ作れたんで、はい、はい、なんでおそらく逆だろうね。そうだと思います、はい、ということで今回はこちらのボリューム10、あー久々に1個だけでも分厚くないですか。そうなんだね、これすごい分厚いんですよ。あとこれが気になってるんですよ、はい、各4号セットでお届けしています。どういうことですか、各4号セットでお届け。10、11、12、13、いや、そうですよね、11、12、13開けてみるか、はい、まあ、開けるが早いや、いきますね、はい、そうだ、またいきます、はい、すん、はい、ほら、いや、あれだ、10、10、はい、11、はい、12、はい、13、4号まとめてです。ここには何も書いてないです。何も書いてないです。ちょっとチャーリーさん開けてみましょうか。はい、開けます。怖いですね。そうですね。どういうことなんですかね。これも。嘘だろ。そこそこの部品入ってるんですけど、はい、1号ずつってことですから、はい、こういう回もあるってことですね。こういう回も。そうですね。これとそれ結構やばい回ですね。マジ？はい。これなんか組み立ってるとこなくないですか？そうですね。なんか15。はい。これは全部1回にしましょうか。はい。さすがに1回にしましょうか。はい。はい。じゃあ今回はどっかを1号じゃなく、はい、4号まとめてやりたいと思います。いきます、はい、いきましょう、はい、じゃあまず10号からですね、はい、はい、うわー、そういうことか、まとめて入ってるんだ絶対僕10号これだと思うんですけど。そうだよね、はい、一応ちょっとじゃあ見てみますよ。え、嘘あの後ろに何号のやつかって紙が入ってるんですよ、はい、あ、10号だと思ったらこれ12号です、ね、12だ。右肩かな左肩かな、どっちか。右肩ですね。右肩ですよね、はい、じゃあ10号どれですか。あ、13、11、あ、これだ。そう、15。いやー、え、作るのある。ちょっと、あ、見てみますよ。そうですね、はい、ちょっと待ってくださいね。はいはい、まあまあ、部品解説ありますね。いつも通りの部品解説でございます。はい、そして作る場所が支柱の取り付け、あ、今までのところにつけていくんですね、チャーリーさん。なるほどですね。なるほど、これ重要ですね。
あーなるほどそうか、そういうことだよね、はい、これだけで成立するわけじゃないですよ、はい、そうだそうだ、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ今回はこれに、はい、かつてのこれにつけていくということです、はい、はあ、そうだそうだ、じゃあ行きましょう、はい、じゃまず15開けますね、はい、お願いします、はい、また顔があるじゃん、はい、これがね、2個目があるよ、同じ匂いにしか見えないんですけど、でも前回目もあったんですよね、2個、はい、あ、目のパーツなんかだいぶ前に、はい、そうあったじゃん、はい、多分なんか光らないようじゃないかな、あー、うん、なるほどですね、うん、はい、お願いします、はい、じゃあ入れちゃいますか、つけてってください、チャリさん、はい、はい、今回は手元じゃないんで、はい、出来上がったら紹介、出来上がったら紹介って感じでございます、はい、お願いしますどこだ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 、ここか、うん、またワッシャーがあるわけですね、はい、レンチはレンチ、あ、レンチをできます、ありがとうございます、はい、ワッシャーワッシャーワッシャー、あなたが思うよりダメダメ、半かまらない、だいぶ見切りワッシャー、はい、見切りワッシャー替え歌が出ましたね、出ましたね、はい一応さ、この動画もやっぱり、はい、ギータカさんとゲンタックスさんに送って、はい、編集してもらってるんですけど、はい、一応私の作業としてはいかに短くして送るかなんですよね、はい、うん、だからそのさっきの、はい、わっしゃーわっしゃーって歌ってた下りを、はい、いかにこうなくすのか、残すのか、はい、毎回戦いながらで、はい、私は送ってるんですよ、あそうですね、はい、今それを語ったってことはこれも採用ってなってそうだね、はい、そうなりますね、よし、まず片方、うん、はいはいはい、はい、でもう片方いきますか、はい、あれか、はい、この自転車みてえなさ自転車、はい、これあれか、はい、兜浩二が乗る飛行機か、ああああ、そういうことか、はいはい、あ、そうですね、そうだね、はい、そうだ、知らんもんで、はい、マジンガー Z、すいません、すいません、はい、なんかコメントでもありましたよ、なんか、はい、これをくれたお母様のためにも、はい、しっかり見たらどうだってあ見て動画撮影したらどうだっていうのがありましたね、そうですね、じゃあちょっと見るんで、うん、そのコメントした方、すいません、ちょっと僕欲しいものリストにマジンガーの DVD ぶち込んでおくんでお願いしますアマゾンの、はい、アマゾンの欲しいものリストにぶち込んでおくんでお願いします一個一つワンクリックお願いします、 DVD 出てんのかな、あ、ブルーレイの方がいいですか、いやいやおいおい OK です、はい、止まった、はい、止まりました、そして、はい、次にこのこれとこれをつけるだけなんですよ、はい、まあこれ以前の、はい、以前履いてたこの目のパーツと、はい、こうですね、ここをカチッとはめるだけ、はい、これでもう一応、はい、でこれクリアじゃない光らないパターンですよね、あ、じゃないんですよこれん、こっちもあるじゃないですか、うん、これが近視用ですか、遠視用ですねいやいや、メガネじゃないメガネじゃないですか遠近両用メガネとかあればいいですよね、ですねいや一応つけてみますか、そっちもせっかくつけたんで、はい、あ、いいじゃん、こっちの方がなんか締まりがいいね、あ、そうですね、確かにこれ、あ、あ、本当だ、締まりが、ね、はい、そっちつけておこうか、閉まるから、そうです ね、こっちグラグラするんですよねさすがにちょっと傾けたら折っちゃいました、ね、あ、なるほどね、っていうことで今回それで、はい、15は終わりです、はい、だってこれはまだ、使わない、これは使わないです、はい、はい、まだばらけたまんまです、はい、はい、じゃあ次11号いきますか、はい、ちょっと、あ、うわあすごい大きい声出すじゃん。ちょっとびっくりしちゃいましたね。びっくりした。うわーって言ったじゃん。はい。一回じゃこれしまうわ。これどっち、これなんか落ちたんですけど、なんかこれ。それ違う、それはあ、ザクのパイプ。ザクの努力パイプ。落としてていいっすよ。ザクの努力パイプ。ジョニー・ライデンのザクですわ。あー、うん、よし。いい、でそれはうん、そこです、ね。はい。じゃあ次が11号いきましょう。はい。11個です、はい、全く今までと違います、ちょっとこれだけ見ても何のパーツか全くわからないです、わからないっす、ね、何をするんだって、はい、あ、すごい少ないんですよパーツリストとしてはこれだけはい、はい、毎回、あ、
肩フレームの組み立て、あ、肩のフレームだってチャーリーさん。ああ1ページだけこれさ、その裏側が僕気になりすぎちゃっていや俺も気になる。パーツもパーツも結構あのこれスカス、まあ、まあこれでだいぶまあなんでしょうね、魅力がないって言い方はあれですけどちょっとあのまあ、引きがないじゃないですか。いいっすか、はい。もう説明も書いてこれマジンガー知ってる人はさ、はい、ああ、はい、あいつねって感じだけどさ、はい、知らない俺らにしてるけどさ、はい、こいつ超面白くない？そうですね、抜け抜けのんきな何言動だがボスを支える大事な仲間。あ、抜け抜け気になるな。気になりますね。なんかもう一人いるんですね、仲間。あ、いるね。写真で今釣りしてる写真があるんですけど、ボスと抜けと、なんでしょう名前、ボス抜けだから。だからボスはこれでしょ、はい、前回チャーリーがクッキングパパって言った。そうそう、はい、分かる、はい、これが抜けでしょ、はい、でこいつが誰か気になるよね。まあ2文字ですね、多分。何でしょうね、ボス抜け。あ、なるほどね。わかった、わかりました。チビ。あー、なるほどね、はい。あ、まだない、今回ないんですよ。あ、今回ないんですよ。え、前回あったのかな。あるじゃないですかね。ないね、はい。そのうちに出てくるんじゃないですか。ちょっと気になりますね。気になりますよね。はい、じゃあ作っていきましょうか。はい、きます。あ、じゃあ開けて、はい、また開けてあれかビス出して、はい、一緒ね、はい。また今回もレンチですかね、これは。そうですね、うん、レンチですわ。これ大事な作業なんで落とさないように、はい、毎回私これ失敗してないんですからね、はい、止めるだけです。4点止めだけです、はい、ね、この号はもう4点止めだけ、はい、じゃあもう止めていきます、はい、ちょっと早く止めて、うん、あいつの名前が気になるんでチビの、はい、俺でいうとチビなんですよ。なるほどね、はい、ボス抜けと2文字なんで、なんか確かに、まあ確かにね。で過去号にいるかもしれないですね、うん、あ、前の号とか見てみようか、はい、もしかしたらね、いるかもしれないからね、はい、前の号を見てみましょうね。じゃあちょっとチャーリーさんが作ってる間に、はい、私はチビを探します。はい、でも今だったら結構大問題な名前ですけど、当時だからまあね、許されるかもしれない。昔はね、本当にね、放送禁止用語がね、乱発してましたから。あー、はい、ガンダムですらありますから、ね、あー、本当、はい。それはカットされたりしてるんですか？なんか放送の局によって、うん、そこをなんかカットされたりそのまま流したりとかあるっぽいです。あ、本当あるんだ、はい、あのランバラルのとこであるんですよ。ああ、なるほど、はい、目が見えない人の表現とか昔よく使うよね。あの、今言っちゃいけない言葉で、あ、結構言ったりするよ。あ、そうなんですか、うん、じゃあ僕の頃ダメだったかもしれないですね。何？その目が見えない人の表現。表現、はい、それはね、ボス、はい、3人組のリーダー格は乱暴者の中人情家っていうのが8であるんですよ、はい、8であって、はい、9ではないんで、さすがにボスより前は絶対ありえない。そうだね、多分ね、はい、あ、じゃあ9で出てきたんだ、はい、で10でないから、はい、多分これはまだまだですね、チャーリーさん、はい、でもまだだと思いますよ。よし、あと 2パーツですね。あと2パーツ。抜け、鼻水垂らしてるもんな。はい、鼻水垂らしてるんです、鼻水。拭きたいね、これやっぱり。そうですね。うん、いや、あのなんか、耳鼻科にあるなんか鼻水キューって吸うやつあるじゃないですか。あれしたいですね、この子に。いや、俺娘でやってるよ。やっぱ1歳だと鼻噛めないからさ、はい、赤ちゃんやるんですよ、はい。だから結構やって、すごい泣くんだよな。あ、オッケー。そう、じゃあまたこれまたいつものようにまた1個予備のパーツが入ってますね、ワッシャーとネジがまた余るということで、はい、で今回もこれで、はい、はい、よし、10は、よし、次11だ、よし、来い来い、くぜ、11抜けくるか、ちょ待ってよ、はい、きますよ。さあ、俺の予想当たってるか。11、あ、違うな、12か、はい、次12ですね、はい、12、じゃああいつのもう名前は、ちなみに肩ですわ、はい、やることは肩です、はいはいはい、はい、いきますよ、はい、はい、ちょドキドキしてきた、ドキドキしました。あー、バイコングでした今回。バイコング09 09、ちょっとお預けですね、バイコング09だ、ちょっとお預けですね、はい、はい、今までもう一個ありますからね、はい、
バイコング楽しみにしておいてください、はい、じゃあ今回は前回もやりましたんで、はい、これ逆ですよね、はい、肩ね、これはもう楽勝ですね、はいはい、楽勝です、はい、はい、じゃあ聞きたいと思います、はい、バイコングで思い出したんですけど、うん、バイキング終了するらしいですね、なんでだろうね、はい、俺好きだったけどね、あ俺バイキングを見てたよ、はい、何派だった、何派、ヒロビ派、それともあのなんちゃんの、いや見てなかったんですよ、昼テレビ見てないですね、ほんと、はい、いや俺もだけど、俺も見てないんだけど、はい、ぶっちゃけ俺も見てないんだよ、まあでもやっぱ、あどうだったかな、まあ、でも俺もいる家にいるときはバイキングだよ、でもほとんど最近はさ、もうバイトとかさ、はい、家いないんだよね、はい、あの、はい、お笑いだとルミネが多いから、はい、そうするとルミネの出番だともうバイキングの時間には家出てるわ、あこれは、うん、これもね以前やった作業なんでね、はい、あの逆の方で、そうなんですよ、うん、今回は、右肩でしたっけ、はい、今回右肩です、右肩なんですけど、うん、なんですけど前回左肩の時にやってますので、はい、はい、まあ私にできることといえばもうこれぐらいですかね、このパーツにこれをズボリと、これで OK ですね、はい、よし、すごい、ボインが満帆になる、お12号で満帆ですか、13ですね、あー、うん、ということは、全多分42号じゃないですか、バインダー3つあるんですよね、うん、でもさバインダーがまた送られてくるって感じだな、あ90はだってさ、はい、1話ずつなんか解説してないこの話数も、はい、これ12話だよ、はい、ってことは90話もない、ロボット2体なんか紹介してる回とかなかった、12で12ですよね、そうなんだよ、ああ本当ですね、うん、エピソード的にはね、はい、どうします、一気になんか4話くらい紹介するゴートが来たら、いやそしたら多分ああ90回はないってことだよね、はい、やべえちょっと配分ミスったわって感じ、ちょっとここで巻き返すわって感じオッケーっす、オッケー、あ、なんかちょっとか、ああちょっとハマりが悪かったな、オッケーっす、はい、オッケー、んなんか緩いぞ、ネジじゃない、いや、こんなもんだよ、あれ違うな、こっちもちょっとカチカチなんです、ちゃんとカチカチなんです、これなんかどっか緩いかもしれない、あ、ここだよ、ここのネジ、あ、ここガバガバです、うわー、うおー、奴の正体が知りたいがゆえにこんなボンミスを外すしかないよ。くそー、ね、焦りすぎた。それを外すしかないな。はい、こっちに出してね、ジャイさん。わかりました。これなくすから。はい。難しいよね、これってさ。あの、どこまできつくするかってさ、はい、このガチガチにきつくしてさ、はい、ね、うちはほら、仮止めとか結構、仮止めとかやる世界じゃん、プラモデルって。そうですね、はい。ちょっと難しい話ではあるよね、はい、どこまでギュギュガチガチにするか、あとあんま回しすぎるとネジの山が、わかるわかるわかる、ビスがね、はい、ネジ山がバカになれたでしょ、そうなんですよ、ここもガバガバなんですか、ほら、あ失礼しましたやばい、もう焦りすぎてる、いや本当に、はい、もうチビであってはほしいと思うでしょ、そうなんですよ、その昔のネーミングって安直だからね、はい、結構ね、はい、オッケー、ほら、ありがとうございます、かっこいいウォーズマン、はい、ウォーズマン来ました、これでじゃあ、はい、ちょっといいっすか、あやめてよあ、でも目が開けない、それなんだろう、なんかでもいそうだったけどな、ピカチュウの目ですね、この光の方やめてくださいよ、はい、やめてくださいよ、はい、うん、あ、俺この間松本梨香さんと会ったよ、本当ですか、え、うん、なんでですか、仕事した、あ、営業でしちゃったいや、いいな、はい本当、はい、やっぱり羨ましい、はい、同世代の人はやっぱそうなるんですよ、いやもうそうですね、もうレジェンドですよはい、じゃあ次、はい、はい、これです、いますね、はい、はい、13ですね、はい、じゃあ13号で終わりでございますから、はい、はいはい、まずじゃあ13号の説明書見てみましょうか、来い、合ってるかな、どこを作るのか、もうそこじゃないよね、チャーリーさん気になってるのそうそう、はい、私はもう気になってるのはこのジョイント、はい、ジョイント肩フレームのあたりなんですって、はい、もうチャーリーさんが気になってるのはもう、はい、名前ですよ、名前なんですけど今回は、はい、フィンガーミサイルの紹介でしたお預けですね、
ゴロン2、ゴロン S2 ですね。ゴロン S2 ですか。ゴロン S2。でゴロン S2 じゃん、これ。はい、お預けでございます。頑張って作ってください。お願いします。作ります。じゃあ私開けますね。はい、開けます。何これ、でかい、でかいワッシャー。はい。でかワッシャーですね。そうですね、今までとは比べ物ならない大きさです。前の部品にくっつけていくんですね、今回は。はい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 。はいはい、あ、これはもう最近、ここ最近ずっと使ってるナットとワッシャーですね。はい、見えないか。まあそういう感じです。はい。よし、じゃあ行きますか。はい。まずだから透明なものを。そうですね。はめるだけです。なんでしょうね。あ、透明ということはまたなんか光ったりするんですかね。あーぽいっすね。そこの電飾の光の通り道だったりするのかな。あー、その可能性大ですね。なんかね、あるよね。はい。で、でまた過去のパーツにぶち込んでいく感じです。うんうん、どこだ？あ、これだ。これにぶち込んでいく、うん、はいはい、そこで合ってる？そこじゃないでしょ。こっちじゃない？あ、こっちですか、うん、あ、失礼しました。あ、ぴったりですね。ワッシャー入れた？ワッシャーは、あ、先がワッシャーなんですね。見てください、チャーリーちゃん、ほら、しっかり見てください。はい、はい、これはなんとワッシャー入れてくださいな。はい、ちょちょ、よし、これも早く進めて、うん、やつの正体を暴きたい。はい、入れるだけですか。止めないですか。え、止めない。もう入れるだけですね。入れるだけですね。へえー、で次こうですね、肩フレーム左の組み立て、はい、え、本当だ、入れるだけで止めるとか指示ないんですよ。はい、はい、で次はもうこっちのパーツになっちゃうんで、はい、さっき作った肩フレーム、そうですね、これに、はい、それを入れて、はい、入れました。で、なビスとワッシャー止めるだけですね。はい、はい、両方から止めるんですね、はいはいはい、うん、なんかでも面白いな、こうなってくると面白いですね。なんかいろいろパーツができてくるとね。はい、あー、なるほど。一個一個だとやっぱそうですね、なんかあんまり実感ないんですけど、うん、徐々に組み上がっていく。ここだけがなぜか、はい、今日入れた、はい、どうなるか分かりません。そうですね。マジンガ面白いね。いいですね、マジンガ面白い。やっぱプラモにはないなんかね、はい、面白さですわこれ。そうですね、プラモだったらもう一つの箱でもう完成なんですけど、うん、これちょっとずつ本当にプラモよりもちょっとずつ組み上がっていくっていう実感が、なんかこうなってくるとさ、はい、ちょっと戦車、はい、俺とチャーリーさんで戦車やってもいいかもしれないですね。あー、そうです ね、 ね、そしたらお母さんごめんなさい、ちょっと戦車の方やるんで、これはもういやいや、ダメだよ、終わらしてからしてくださいこれ終わってから、はい、でも高額だからさ、はい、どこでこの予算を捻出するかなんだよね。あ、プラモ部の経費でいけんだったらやるけど、はい、アイフルとかですかね。いや、ダメだよなんで借りるんですか利息返さなきゃいけないじゃないですかそうそう、うん、どっちもめた？はい、あ、もうはめた？あ、じゃあこれ予備か。はい、あ、なるほど。じゃあ今回は、これで、ね、作りましたね、はい、はい、ということで、あと肩、そうだ、肩でしょ、はい、肩1個と、はい、あとは、もう1個やりましたね、なんかね、あ、これでまず合体、あ、そうか、合体、そうか、そうか、はい、っていうことでございます。はい、なんで、俺なんかこれ曲がってない？曲がってますか？曲がってる、すごい曲がってない？ちょっと待って、レンチは？よし、ここですね。こんなも分かります？はい、で、いうことでこれをつけたりとか、はい、肩1個作ったりとか、はい、そしてその謎のこれですね、はい、はい、ということで、はい、今回はこんな感じになりましたね、はい、はい、ということでまだまだずっと続きます。はい、はい、またね、引き続き次アップされた動画も見ていただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。出た。いや、来ないと思って焦った。ありがとうございます。